おざとよりながおざとよりながおざとよりなが昭和16年7月3日は松本市長衆議院議員。号は摂集。松本藩士おざと慎吾平らい命の長男として江戸後副教の松本藩邸で生まれる。9歳の時に松本に帰り藩校高志教官で漢学を学んだ。廃藩治験後は海地学校映画科に学び、 1875年、千曲県市範学校を卒業。卒業後は、千曲県、後に山梨県で訓導を務めた。自由民権運動が盛んになると、1879年に、洋新聞を発刊して、自由民権を説いた。1881年、松本に帰って、信用立憲党を組織して、幹事長となり、松本日日新聞を発行した。 上会議員の傍たら、1884年に長野県会議員に当選。県会議員として南新地方の文献や県庁の松本委長を唱えた。1890年、第一回衆議院議員総選挙に出馬して当選を果たした。1898年、北海道空地市町長に任命されたが、内閣の更迭で任期は3ヶ月であった。1902年、 松本町長に就任。1907年に市政が施行されると、引き続き市長を務め、1937年に退職するまで30年の長きにわたって在任した。在職中に、篠野井線の建設、不評第50連帯の誘致、松本高等学校、日本銀行松本支店の誘致などに尽力した。より長の残した小里家文書には、 菊池博士からの手紙なども残る。妻は東京女子高等師範学校を卒業したようで、全夫との子に三木俊英がおり、小里との間には、次男事情を設けた後病死、5歳に沢が入った。長女の小里より子は北町品子の筆名で、和歌山牧水門家の女流家人として活躍。次女の小里文子は、石井桃子の自伝的小説に登場する親友。 大津吹子のモデルで松本高等女学校を経て日本女子大学を卒業し文芸春秋社の編集者となったが要請した。ありがとうございます。